バリオス最大の欠点、それは。そう、何も積むことができないんですよ。ということで今回は何か小さいものを積めるスペースを作ろうということでやっていきたいと思います。でバリオスこんな感じで謎の空間があるんですよね。でこの空間もったいないなっていうことで、まあ、寸法を出しまして、縦がだいたい17センチで横が 23.5 ぐらいか、それぐらいだと思います。ということでそれに合ったケースをダイソーで買ってきました。ストレージボックス5、ストックボックス5という商品になります。あとは結束バンド、材料は税抜き200円で揃えることができます。そしたらとりあえずこちらのボックスに穴を開けていきます。まあ、計4箇所、合計8個の穴を開けていきます。こんな感じで穴を開けることができたら、次は結束バンドをこの穴に、開けた穴に通していきます。でこの時なんですけど、完全には締め切らないでこんな感じでゆとりを持たせて締めていきます。こんな感じで結束バンドを通していきます。そしたらこの出来上がったものをこのスペースに結束バンドでくくりつけていきます。この時なんですけど、締め付け具合はかなりゆとりある感じで締めておいてください。これぐらいゆとりを持たせて締めておかないと、シートを締める時に干渉してしまって締まらなくなってしまうんで、ゆとりを持たせて締めるようにしてください。こんな感じで小物収納スペースを作ることができました。どうでしょうか、もうこの手のネイキッドのバイクで、まあ、こんだけ積載スペースが増えたっていうのは、まあ、かなり大きいことだと思うので、皆さんもぜひ真似してみてください。こんな感じでシートもしっかり締めることができます。そして横から見た感じも全く目立たなく、下から覗いてやっと見えるっていう感じなんで、見た目も全く悪くありません。ということでね、今回はバイクマニュアル車の欠点である収納スペースの拡張ということでやってみました。皆さんもよければぜひ真似してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。